私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はコロナ感染で男性機能低下とサイズ縮小についてお話をします。男性機能低下の論文とサイズ縮小の報道がありました。そして機能回復はできるのかについてもお話をします。本ビデオの用紙は コロナ後遺症男性機能低下の論文の解説そしてコロナ後遺症男性サイズ縮小の報道についてお話をしますこの現象は血栓や酸化ストレスが原因と考えられますそして男性機能はエイジングの目安であることと酸化ストレスを下げるにはについてもお話をしますこの図はコロナウイルスが感染すると ROS と書いてある酸化ストレスが上昇して免疫の暴走サイトカインストームを起こしていろいろな症状を引き起こして重症化に関連するという図です。そしてこの血管の図です。ということも明らかになっています。そして新型コロナの主な後遺症というのは酸化ストレス病だと言えると考えています。 慢性疲労症候群の症状に類似しているということでこの報道にあるような多様な症状が出ますしかしこの時点ではですね男性機能に関ししての報告はありませんでしたさてこの論文は「ワールド・ジャーナル・オブ・メンズ・ヘルス」というインパクトファクターが5.4点もある雑誌に昨年の6月投稿された論文で コロナ・内肥機能障害は勃起不全の原因となる人の陰茎の病理組織学的免疫組織学的及び超微細構造学的研究という論文で重度の勃起不全のある患者さんでコロナ感染歴のある男性2名と感染歴のない2名から検体を採取して検討しています。 研究の結果はコロナ陽性患者の陰形血管内皮細胞の近くにスパイクを持つウイルス粒子が認められたコントロールでは見つかっていませんそしてコロナ陽性患者の海面体における内皮一酸化窒素合成酵素はマイナスの患者に比べて低下していたということでコロナ感染による広範な内皮細胞の機能障害が 勃起不全の原因であるということが示されたという論文ですデータを少し見ていきましょうこの電子顕微鏡の写真は両方ともコロナウイルス用スパイクウイルス粒子が見つかっている写真ですそしてこちらが内皮一酸化窒素合成酵素ですが正常に比べてコロナ陽性患者では非常に下がっているということで血管内皮障害や血管の 健全性が損なわれていることを示していますさてこのニュースウィークの報道ですがコロナ感染で男性器のサイズが縮小との報告が相次いで一生このままとドクターに言われたということですこの報道は米ニュースメディアスレートのリスナーたちの悩みに答える番組で一人の男性がですね コロナに感染した後自分のペニスが約 3.8cm 短くなったという相談を寄せましたどうやら血管の損傷が原因らしい医者の考えでは一生このままの可能性が高いようだということですねそして専門家は勃起不全そのものが男性器のサイズ縮小と関連しているとコメントしていますし 新型コロナウイルス感染症による男性器の悪影響は血管内皮機能障害とと関連ししてていいいいるかもれれないという,ふうに指摘されています。さてこちらのスライドは以前のビデオでも出したのですが「ダイナマイト」と「バイアグラ」のお話でニトログリセリンの血管拡張作用研究から「バイアグラ」が生まれたお話です。 ニトログリセリンは血管の壁から一酸化窒素酸化ストレス物質ですねこれを放出させることにより血管を拡張させるということを明らかにしたフェリド・ムラド博士の研究で1998年にノーベル賞を授与されていてこの研究はバイアグラの開発に寄与されました私の隣の写真がフェリド・ムラド先生ですでは、は、バイアグラの場合は 男性機能だけではなくて心臓にも影響を与えるのですが他の抗酸化物質でではどううしょうこれは私が開発した抗酸化配合剤を飲んでいただいて男性機能が改善するかどうかということのモニターアンケートですそして期間1期間2を見ていただくと分かるのですが最初の期間1では80%。 次の期間にでは80%を超える方が強くなったやや強くなったというふうに回答されています新型コロナウイルス感染後後遺症対策は酸化ストレスを下げるのが一番と考えますタバコ大量のお酒をやめる肥満のある方は糖質制限をする十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えます またエビデンスのある抗酸化サプリメントの接種も効果があると私は考えています。現在新型コロナ感染後の後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へ私の開発した抗酸化配合剤の無償提供を延長して今年の3月まで行っています。この後遺症副反応の中には男性機能の障害も入りますので 該当される方はこの URL から申し込んでください抗酸化研究室についての情報です